熊本市交通局によりますと熊本市電は昨年度市の助成金などを除くとおよそ5700万円の赤字となりましたまた今後も人件費の上昇や物価の高騰などが見込まれるとして運賃を引き上げる方針を決めたということです現時点で具体的な引き上げ額は決まっていませんが今の運賃180円を200円にした場合 今後30年間の累積収支は黒字になると試算しています。改定額は九州運輸局との協議や市民へのアンケートなどを踏まえた上で決定し、来年6月をめどに改定を目指す方針です。一方、今日は重大な事故につながる恐れのあるトラブルが相次いだことを受けて設置された検証委員会の2回目の会合が開かれました。 委員からは運転士へのヒアリングを行った結果、現金払いに対応する中で自国通りに出発しなければならないといった心理的な不安がミスにつながっている可能性があるなどの意見が出ました。また、交通局からは再発防止策として、先月、赤信号で電車が発車したトラブルがあった上熊本電停の信号に補助表示を設置する案などが示されました。 検証委員会は、来月に中間報告をまとめ、短期的な対策を市に提出し、年内をめどに長期的な対策をまとめる予定です。